みなさんこんにちは、しんめぐです。しんめぐです。はい、さあ、バチョーレッテ2終わりましたね。終わったね、はい、終わりました。うん、お疲れ様でした。お疲れ様まさかの、そう、まさかやったわ。うん、うん、その瞬間深夜そっちかーいって言ってたもんね。そっちかいっていうのな、もう盛大に。まあ、そうだね、今回は完全にもう長谷川さんエンドでしょってかなりの人が思ってたと思うけど、まさかのマクファーレン、ゆうきくんになりました。うんね、うん、はい、なりました。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、良かったと思います。私はミキさんの選択は本当に100点満点で、うん、100点満点っていうか、すごく私的には納得する結果だったなと思います。うん、最終予想っていう動画を出したと思うんだけど、うん、あそこでも言ったんだけど、うん、やっぱりその追われる方が女性は楽って私は言っていて、うん、まあ、確かにそのマクファーはさ、愛してる、好きだよってことをもう言い過ぎてて、うん、ちょっとなんか薄っぺらく感じたみたいなことをミキさんスタジオトークでも言ってたんだけど、確かにそれはあったと思うんだけど、うん、まあでも結局ああいう風に愛情表現をずっとしてくれる人に対して安心感っていうか、そういうのがあったのかなって思いますね。まあね、あのほんまに会う時間ないからね、うん、みんなが想像してる以上に。そうだね、うん、会ったとしてもカメラ前以外では会話してはいけないってことだから、もう本当にもう、これもう何回も私たち言ってるかもしれないけど、うん、相手のことが分からへん。そう、そう、そのほんまに疑心暗鬼の中でああいう旅を続けて、うん、で、あのほんまに相手は自分のことを好きなんかなっていう、そこが一番大事やね、うんうん、だから自分のシーズンの時もさ、うん、まず1対20で始まりました、うん、で20人がさ、自分を好きですっていう体で来てくれてん、うんうんうん、でもその体やねんけど、そこに感情がどんだけあるかっていうのをさ、うん、こっち側は探さなダメみたいな、ほんまの感情を。そう、まあ、主人公からしたら本当疑心暗鬼、ね、疑心暗鬼でしかないよ、うん、だって今まで知らへんかった人が好きです好きです好きですって言ってきてくれてさ、結婚したいです、うん、そうって、今まで自分の人生そんなことなかったからさ、うん、うん、だから急にそういう感じになって、そんだけなんかみんな好きです好きですって言ってる中で、一人あたり好きかどうかわからへんわって言われたらさ、うん、俺この人すごい信用できるわって俺あの旅で思って、うんうん、やっぱそうよなみたいな。でもそんなこと言ったら、じゃあマクファーの好きだよとかってすごい、そうだから、いやいやいや違う違う違う、いや、あの俺も信用できひんかなって最初、まあ、ぶっちゃけ思ってたよ、うんうんうん、なんでそこでそんだけ言うんやろう、うん、でも自分に置き換えてみた、うんうん、あのほんまにちょっと一目惚れに近い感じになってしまったんじゃないんかなと思う。みんな好きな、うん、好きって手で最初から来てくれてるけど、うん、みんなやっぱ残りたいからさ、いろんな意味で、まあ、あらゆる駆け引きとか、うん、計算とか策を練ってきてる中で、うん、マクファーはそれがなかったなって一切ないな、でももうね、うん、本当に好き好き、うん、愛してるミキちゃんミキちゃんって感じがすごかったから、うん、まあね、ずっと無表情で好きだよって言われるのはちょっと怖いんだけどそれは変わらないんだけど、うん、まあでもそうだね、あそこまで別に何の駆け引きもなく、うんっていうのはすごく良かったね、うん、なんかあと他の人たちはすごいなんか自分はこの旅で変わりたいみたいな、成長しに来ましたみたいなことを言ってたけど、マクファーはそれがなかった。そう、それがなかった。そうやね、あの本質的な成長できるほどの時間合われへんから、うん、だからそういう旅じゃないねんな、うん、その主人公の人とどんだけ過ごせる時間があって、そこで自分のこれまで培ってきた自分の力をそこでどんだけ見せられるかの場所やから、うん、そこでさ成長していくっていうところじゃないね、うんうんうん、ぶつかっていくところやから、だからあのマクファーのあのやり方っていうのはすごい大正解やと思うし、俺が多分ロレッテに出てたら同じ感じの人になってると思う。男に二言はないわっていうのも、うんうん、俺もコロッと変えると思う、うん、あ、いやだって今その選択せなあかんわと思ったらやっちゃうもん。なんか近いものをやっぱ感じるし、うんうん、やっぱあの女性は追いかけて追いかけて追いかけたら疲れるから弱るから、うん、もうね、弱ったところでねグッて行ったら大丈夫。まあでもな、長谷川さんのこと好きそうだったんだけどね、ミキさん。いやだからあの、まあ、意外だよね、選ばないのが。まあでも本当お兄ちゃんみたいな友達止まりなのかな、やっぱり。うん、やっぱ恋愛ってなったら違うんかな、なのかな、うん、まあ、だって年齢的にもさ、マクファーの方が近いっていうのもあるし、うんうん、ほぼ同い年やから、なんていうの、ちょっと気兼ね長くいけるところもあるんじゃないのかなとか。うん、でも確かに長谷川さんちょっと年上感なかったかも。
そうそう、あの年上で引っ張っていくっていう感じじゃなくて、8個9個上の割には、うん、確かにそうだね、ミキさんのあなたがおかげでそう成長させてくれました、させてくれましたみたいな立ち位置やったから、ちょっと違うかったんかなみたいな、違ったのかも今思うと。あのあれやな、やっぱみんなあのこのバチェラーとかバチェロレッテに出てくるっていう人たちっていうのはもう過去シーズンを見ててさ、うん、あのどん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 研究してくるわけやんかどうやったらいいんやろう、例えばフォロワー数とかっていうのも多分見えてくるやろうし、自分がこれに、はい、出ました、じゃあフォロワーさんの数がこんな感じになってとか、うん、で誰の真似したらどうやったらフォロワーさん多くなるんやろうとか、うん、っていうのも多分もう今とかみんな見てると思うし、うん、今はいろんなキャラクターが出てきてさ、うん、それであこの人の立ち位置これええなみたいなのが見えてくるやろうし、そうだね、うん、でやっぱちょっと悪口っていうかさ、うん、他の出演者とバチバチするようなきっかけを作ったりすると、マクファーみたいに、うん、やっぱ視聴者から嫌われるしとかっていうのが大体わかるからね、そうするとなんかみんないい子になっちゃうんだよね、そうそうそう、難しいところではある、うん、それで、うん、だからあのなんていうんやろな、この旅に出てきてタレントになろうとしてる人と、うん、この旅に来てほんまに恋愛しに来た人っていう違いっていうのは、いや視聴者さんの目から見たら明白なんじゃないっていうのは思う、うん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 、だから誰がどうやって本気で来てるかっていう、その二択じゃないと思うけどね、ちょっとノリで来てる人もいればチヤホヤされたくて来てる人もいる、いやノリでっていうぐらいではもう来られへんぐらい無理や、そのオーディションがやっぱめちゃめちゃきついからさ、そうだし、なんか それはノリでは無理や、ラジオのレターでもあったけど、うん、過去の恋愛とか家族とか全部さらけ出さないと出れないってなって、うん、やっぱ私には無理だなって思いますみたいなこととか言ってる人もいるから、うん、まあ確かにそれはそうだね、だって親が出るっていうのがさ、どんだけねリスクあることか、うんうん、結構ハードル高い人はいるもんね、そうだから、そうそう、家族全員が出るっていうのは本当にハードルが高い、うんうん、出てたけどね、で、まあ、うちら出てたけどね、うん、ミーハー、うちの場合はもう兄弟ミーハーすぎた、兄弟全員来たもんな、うん、はい、まあまあ、うちんちとかはマジで嫌や嫌や言うてたもん、うん、あんたほんまにそれ、いやでもまあ、ほんまに行くって言えたら最後の最後で応援したるわみたいな、うん、そうだよね、普通は嫌だよね、う、うん、嫌やで、周りにいる普通は嫌やで、うん、そうそうね、うん、まあ、なんか脱線してしまったけど、うん、まあまあ、いやでもまあこれがリアルトークよ、私今出たらもう少しなんか叩かれないようなキャラでいけたと思う、うん、わかるわかる、もうちょっと、あ、ちょっとあのキャラじゃなかったな、うん、みたいな、いや、素だよ、素だけど、うん、でもなんかなんだろう、期待に答えようとしちゃうこととか、分かる分かる、あの期待に応えようとしすぎたっていうところはある、うん、あの本来の自分とはちょっと違った感じで、あ、こうした方が面白いんかな、こうした方が面白いんかなっていう、うん、なんか構成のところを俺もすごい考えちゃったところはある、うん、まあでもやっぱ今回はちょっと正直ね、正直な感想、まあ、ハッピーエンドですごい良かったし、ミキ、うん、さんも見てた綺麗で、参加者の皆さんもすごい良かったんですけど、うんうん、まあ、これは本当上から目線みたいな感じになっちゃうけど、まあ、みんなね、みんなもね、うん、ツイッターとかインスタとか好き勝手ネットでバーバー言ってるから、お前ら誰だよぐらいで言ってるから、私たちもお前ら誰だよぐらいで言うけど、はい、そうだね、なんかその最後に残った長谷川さん、マクファー含め、うん、主人公のミキさん含め、うん、なんかちょっと全体的に、もっとバックグラウンドとか人間的な本質の部分とか、そういうところが見られたらもうちょっと深い物語になったのかなって正直思うところはある、うん、なんか、うん、もっとお互い掘り下げればいいのにとか、うん、もっとインタビューで本音言ってくれればいいのにとか、うん、そういうことはちょっと思った部分は多々あるな、うん、あるけどね、うん、どういう行動してとかじゃなくて、もうちょっとね、ほんまに深いところを見たかったっていうのもあんねんけど、でももう時間なかったんじゃ、大変だしね、今のご時世、うん、そう、今のご時世な、ほんまにそれがあると思う、大変だし、いっぱいいっぱいだったんだろうね、うん、いっぱいなんかちょっとしたら上げ足取られて、うん、足元すくわれてってなったら、うん、それはすぐ出せないよね、そう、あの掘り下げてって、掘り下げすぎてもちょっとあかんし、うん、みたいなね、難しいところはあるよね、やっぱね、そう、どこで火つくか分からへんからっていうことを気にし始めるとね、うん、みんなも言いたいことあっても言われへんようになってると思う、うん、うん、こんだけね、あの過去シーズンいろんな炎上があった中でさ、マクファーはもしかしたら自分が炎上するかもしれんぐらいの感じで、うんうんうん、あの強気で言ってくれたスタイルっていうのは僕はほんまに尊敬してます、うん、ほんまにありがとう、うん、いや、ほんまにかっこいいわ、出演者の皆様、うん、ほんまにありがとう、うん、
リアルライフに帰ってきてからのお二人がね、どういう風になるかっていうのを、もうみんなは静かに見守ってたらいいと思う。ということで、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。きっと次はバチェラーシーズン5でしょう。シーズン5、うん、どんな人が来るんやろ。芸能人とか、野球選手とか、サッカー選手とか。大谷翔平来ないかな。あの日本人、そしたらごめん、ちょっとあの離婚届書いてもらって。ごめん、違う、ごめん、俺もなんかさ、行きたい。ちょっと参加するから、うん、あの日本の女性の半分が行くと思うわ、それ。独身女性の半分は行く。独身女性の半分は行く、うん、ということで、冗談はさておき、うん、はい、以上、しんめぐでした。はい、しんめぐでした。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。